はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、アサヒのこれ生ビールです。アサヒのダブル、アサヒザダブル、ピルスナー&エール、2種類の麦芽 100% の、絶妙なブレンド。原材料が麦芽とホップ、アルコール度数が 5.5% ですね。それでは、飲んでいこう。今日は暑い。いやー、昨日も暑かったんだよね。11月なのに、非常に、日が出て、すごい当たるとすごい暑くて、今パンツ一丁です。今日のつまみは久々にこちら、ルーさんの甘辛キムチ。これ100円の、ローソンストア100で、購入したやつですね。これを3日ぐらいね、あえてこう常温で保存して、常温で置いといて、そうすると、キムチって発酵食品なんで、酸っぱくなるんですよ。で、俺酸っぱいのが好きなんで、3日間ぐらい常温で放置しときました。乾杯。いや、酸っぱい。なんか。なんか酸っぱいな。酸味が結構ある。いただきます。あ、酸っぱくなって美味しい。うん。キムチっていうのは、乳酸菌発酵因、発酵、乳酸菌の、確か乳酸菌食品なんですよね。キムチはね。確か乳酸菌のはずなんです。確か。確か乳酸菌だった。キムチは乳酸菌が豊富な発酵食品ということですね。大体、一般的にそこら辺に売られてるキムチって、大体9割方まずいんですよ。ですが、こちらの、ルーさんの甘辛キムチは、美味しい。3日ぐらい常温で保存しとくと美味しい。まあ、常温で保存しないとね、甘さがね、この甘辛キムチっていう名前の通り、甘いんですよ。なんか。まあ、それでもうまいっちゃうまいんだけど、やっぱり3日ぐらい放置しといた方が美味しいです。うん、でね、あと、便秘にも解消されましたね。便秘も解消できる。うん。俺いつも便秘なんですけど、これ食べたらね、これ1個丸々全部食べたら、出ましたもんね。うん。アサヒザ・ダブル。世界を代表とする2種類の麦芽 100% ビールを贅沢にブレンドした生ビール。麦の味わいが特徴のピルスナータイプと、華やかな香りと豊かな味わいが特徴のエールタイプを別々に醸造し、絶妙にブレンド。かっこファミリーマート限定商品。これファミマ限定ですよね。うん。飲んだところ、なんかあんまり別にエール感が、エールの感じしないけど。ちょっとするかな。でも、だいたいペールエールって、柑橘系の味わいがするんですけど、これはほとんどしないですね。あ、ちょっとするか。でもちょっとするか。うん。まあ、うん。うん。まあまあじゃない。
まあやっぱバグが 100% のビールは基本的に味が淡白なんで、なんていうの、飽きにくい。うん。って感じはするんだけど、逆に言うとあんま物足りないっていうのはあるんだよね。まあ俺の個人論ですけど。で、最近ですね、ローソンストア100で、詐欺が、詐欺られまして、というのも、ローソンストア100っていうのは、ポンタカードを提出すると、200円で1ポイント貯まるんですよ。それなのにですね、購入した時のレシートを見たら、一切ポイント、何ポイントつきましたとか、そういったの何も書いてなかったんですよね。で、おかしいなと思って、カスタマーに問い合わせたら、そのレジの人が、ピッてこう、なんかスキャナーみたいなのでスキャンするじゃないですか。カードをね。行為を行ってないと、お客様のカードだと、ポイントがつかないらしい。で、俺、クレジットカード付きの、クレジット機能付きのポンタカードで、いつも支払ってるんですけど、その店員がね、一切手に取らないんですよ。うん。で、今までも何度かあって、で、これポイントついたんですかって店員に尋ねた時があるんですけど、あ、ついてますよ、多分って言われまして。なんだそれって。なんで、俺、そのローソンストア100は結構使うんですけど、まあ、俺が東京に来て、2年7ヶ月ぐらい。下手したら全く、ポイントがね、入っていなかったという可能性があるんですよ。うん。それで今、本社の方で、調べてもらってるらしい。その責任どうやって、どう取ってくれるんだよって感じだよね。意味わかんない。うん。全部、今までの2年7ヶ月分のポイント返せって言ったんですよ。で、その履歴とかで、載ってる、まあ、クレジットカード履歴とかね。まあ、確認できるわけですが。意味わかんないよね。見るからにさ、ポンタのタヌキみたいな絵なんですよ。ポンタっていうキャラクター。それが、見るからに書いてあるのに全然スキャンしないんですよね。だから一切こうバッてさ、クレジットカードをこう出すじゃん。で、そしたら店員がクレジットでお支払いですかって言われて、あ、そうですって言うと、レジの横のカードを挿入するところあるんだけど、それを自分でね、じゃあそこに挿入してくださいって言われて挿入して、で、終わりなんです。だから、店員が一回もね、手に触れないという。でも、ローソンの、普通のコンビニのローソンとかだと、ちゃんと、スキャンしてくれるんですよ。自分の手に取って、店員がね、取って、こう、ピッて。
やるんですけど、結局ローソンストア100の人間は全く やってこないんです。まあ、結局あれなんだね、教育が行き届いてないってことね。まあ、だからそれ店側に言っとけよって、ちゃんとそれ指導するように言っとけよって、とりあえず言っといて、はいすいませんでした、ムカつく、実に腹が立つ。で、ローソンスターが近くに2店舗あるんですけど、その両方ね、俺いろいろ変えてるんで、その2店舗でとりあえず調べて今もらってるんですけど、まあ、立派な詐欺ですね。ポイントつくつく詐欺ですね。ひどいもんですよ。このキムチは美味しいな。あと基本的に自分でキムチはつけるようにしてます。桃屋のキムチの素っていうやつで、自分で白菜ぶつ切りにして、塩で揉んで、で絞っ、水気を絞って、で、その後に、キムチの素入れて、うん。あれが美味しいです。桃屋のキムチの素は美味しいですね。これはそんなにあれだ。特別うまいってこともない。まあ、ほんのり苦い。なんか、いまいち。特別うまいとも感じない。微妙だな、これ。3233です。ご視聴ありがとうございました。